山形県鶴岡市。出羽三山をはじめとする山々に囲まれ、西は日本海に面し、そこに流れ込む最上川、赤川などの河川を配する庄内平野に位置しています。鶴岡では3月3日や月遅れの4月3日のひな祭りに、ひな人形とともに特別な菓子が備えられます。城下町であった鶴岡では、参勤交代によって江戸から、北前船によって京の都から、ひな人形やひな道具などが運ばれました。それらとともに伝えられた文化が、時代の変遷とともに形を変え、現在も息づいています。鶴岡のひな菓子もその一つです。鶴岡公園の西隣に位置する地道博物館、もともとは庄内藩主酒井家の御用屋敷だったものを博物館として公開したものです。こちらでは毎年この時期になると、鶴岡ひな物語展と題して、貴重なひな人形やひな道具とともにひな菓子が展示されています。地道博物館の鶴岡ひな物語展では、旧庄内藩主御印殿にいっぱいのおひな様を飾っております。江戸時代の古典雛を中心に、大正時代くらいまでのおひな様をお飾りをしているんですけれども、旧庄内藩主酒井家に伝わったおひな様ですとか、市内の旧家の方からご寄贈いただいたおひな様、また市内の菓子店舗さんにご協力いただきまして、鶴岡伝統のおひな菓子を展示しております。いずれのお店も毎年見事なお菓子を作ってくださっています。ご覧になったお客様は、これは本当に食べられるお菓子なんですかっていうふうに尋ねになりますけれども、このまま食べられるお菓子で、練り切りで作られております。中には東ですとか、昔からの手法で作られている菓子が並べられております。ひな菓子の形としては、伝統的な京菓子を踏襲したといわれる盛菓子。これは菊市と呼ばれる打ち物の上に、こちらも打ち物で作られたおたふく、たい、ぜんまい、たけのこや飴の膝折り、なみ、大根、短冊などを配したものです。長期の保存が効き、菓子というよりも飾り物といった方がふさわしいかもしれません。もう一つの形は生菓子で、タイやエビのほか、鶴岡の特産物である桜マス、口細柄、庄内柿、厚みかぶ、ミンデンナス、食用菊、さくらんぼを色鮮やかにかたどったものです。近年は生菓子の形式が主流になりつつあります。鶴岡市内の菓子店でお話を伺いました。私は、高校卒業から菓子職人として、現在32年目になりました。当店では練り切りオンリーになったのはここ20年ぐらい前は、やっぱし内菓子、飴細工などをやってたみたいです。ひな菓子食べて美味しいのは当たり前なんですけど、見ておおとか、あ、綺麗だとか言ってもらえるのが、私たち作り手としてはとても嬉しいことです。型を使わないで同じ形を作っていくのが私のちょっとプライドでありまして、そして一つ一つぼかしも入れたいということで、張りぼかしという技法を重要にしてまして、そこを大事に頑張って、ちょっと手間がかかるんですけども、皆さんから綺麗とか言ってもらえるように頑張ってます。で、女の子の成長を見守れるようなお菓子であっていけばいいかなと思ってます。こうした工芸的な菓子は、庄内地方全域に見られるわけではなく、鶴岡独自の流れとして受け継がれてきました。ひな菓子は城下町鶴岡で展開されたものであり、菓子職人が購入者の嗜好に応えつつ、商品の独自性を追求しながら継承してきた文化であるとも言えるのです。本間光雄と言います。本間光秀です。70年
になりますな、うん、で私はもう40年になります。鶴岡のひながすだけを取り上げてみますと、森ガスでなくて練り切りのひながすなんですけども、これはちょっと得意なカスのルーツから言っても、本来であれば和菓子でもね、やっぱり、ね、和美三美の世界、茶道と一緒になって栄えてきた文化なのですから、鶴岡のこのひながすの形態、あるいは製法、そのものは非常にの単純な白ドラス作りなんです。そういうところを見ますとですね、やっぱりこの色彩は、まあ、本来我が社の文化にはちょっとない色彩です。それをやってるということは、庶民の人々が子供の成長を祈って作り出したものだと我々はそのように信じています。今日のように栄えてきたということは、やはり安定した政治の下で400年以上も続いている栄えの食文化になかったかというふうに私は考えております。まあ、原色に近いような色合いを、まずはこの濃淡をつけたような格好 でさらに寒天をかけたことによって、それがまだ生きてくるような淡さが出るっていうような色彩はやはりこれ独特だと思うんですが、で初代からまずひながしっていうものを細々ながらも作り続けてきたと、それをまだ親の代になって親の作る名を見で私も学んで、人のうちさ行って見せてもらってこういう技術があるんだなっていうような、そういう、まあ、切磋琢磨してまずここまでやってこれたと、友人も子供のも私の後継ぐようになりますので、まあこれから先の子供を考えながら新しいものを取り入れたり、先人の職人たちがここまでの基礎を作ってくれたっていうのをやはり大事にこれからも守っていって、鶴岡のひながしをまず全国世界に発信できればなと思います。鶴岡のひながしは昔からあったものですが、戦争の影響で何年か途絶え、再び盛んになったのは昭和30年頃。年に一度の菓子職人の技の見せ場ともなっていたようです。こちらは桜マスの焼いた切り身をかたどったものです。桜マスは春になると産卵のために海から川に登っていきます。ひながしに桜マスが欠かせないのは、雪国の人々にとっては春の訪れを告げる象徴となっているからです。このように鶴岡ひながしには伝統野菜や特産物をモチーフにしたものも多く、鶴岡の出身者にしかわからないものも少なくありません。ふるさとが凝縮されているのです。そしてひながし自体も春を告げるもの、白い雪に閉ざされた長い冬がようやく終わる、それがちょうどひな祭りの時期にあたるのです。本物そっくりで色鮮やか、そしてどこか可愛らしい、そんなひながしは鶴岡市民にとって誇りであり、次世代に継承していくべき食文化でもあります。日本中、世界中の多くの方々に独自の伝統菓子であり菓子職人の技術の賜物である鶴岡ひながしをぜひご覧いただき、味わっていただきたいと願っています。